映画ドラえもんシーン、のび太と、鉄人兵団羽ばたけ天使たちは、2011年の、日本のアニメ映画、藤子、F、藤尾の漫画、ドラえもんを原作とした、映画、ドラえもんシリーズの、第31作であり、1986年の、ドラえもんのび太と、鉄人兵団のリメイク作品である。監督は、寺本幸夫、脚本は、清水東が務めた。 地球を狙う凶悪な鉄人兵団と対決するドラえもんたちの物語。ひょんなことから北極で見つけた謎の部品。それをのびたが遊び半分で組み立て完成した巨大ロボット、ザンダクロスは恐るべき兵器としての機能を備えていた。そして敵の先兵であるリルル、ピッポと出会い、一緒に過ごす日々で生まれる友情に苦悩するのびたたち。 絶体絶命の最終局面で、リルルとピッポが出した結論とは本作は、ドラえもんのび太と、鉄人兵団のリメイク作品であり、オリジナルキャラクターであるピッポの登場など、原作、旧作にない展開や設定が複数加えられている。また映画に連動した企画も多く、専用の公式サイトが作られた、福山正明や、 本作をきっかけに執筆された旧作の小説版などがある。スネオのいとこが作ったプラモデルのロボットを自慢された、のび太は、スネオのロボットより、巨大なロボットを作ると、スネオたちに約束してしまう。しかし、頼みの綱のドラえもんは、ロボットなら自分がいるだろう。と言い残して、ダダをこねるのび太と夏の猛暑に耐えかね、秘書に出かけてしまう。ドラえもんを追いかけて、 北極へとやってきたのびたは、そこで見つけた、ボーリング玉のような青いボールと空から降ってきた謎の部品を家に持ち帰った。すると、青いボールから突如電子音が響き、それに応えるように形状の違う謎の部品がいくつも庭に降ってきた。部品の形からのびたは、巨大ロボットのパーツだと確信するも寒さで、北極から帰ってきたドラえもんは、覚えがないという。 それでも何か運命を感じたのび太は、ドラえもんの秘密道具、逆世界入り込みオイルと、お座敷釣り堀で作った、鏡面世界へと部品を持ち込みそこで組み立てることにする。完成した巨大ロボットに、ザンダクロスという名前を付け、ドラえもんとのび太は静かと一緒にザンダクロスで遊ぶ、ことにした。しかし、不意の出来事で、ザンダクロスは超高層ビルを一瞬で、 崩壊させるほどの攻撃力を持った危険なロボットだと知ったのび太と静香はドラえもんの提案でザンダクロスを鏡面世界に隠しこのことは三人の秘密にすることに決めたしかし数日後ロボットに関する約束を持ち出して勝負を挑みに来たジャイアンたちからのび太を救った謎の少女リルルは巨大ロボットの持ち主を名乗りのび太が所持していることを知り 返却を要求する。彼女の話によると、ザンダクロスは頭脳を持っており、自分で判断して行動ができるという。しかしその頭脳イコール青いボールをなくしてしまった、のび太は、許してもらう条件としてお座敷釣り堀よりルルへと、渡してしまい、今度はこのことを口止めされる。それからしばらく経った夜、のび太は、裏山で、謎の流れ星を発見し、 その着地点にお座敷釣り堀を発見し、さらに伸びたの様子を見に来たドラえもんと共に、鏡面世界へ向かう。鏡面世界では、リルルが多数のロボットを指揮して、基地を建設中であった。そこで、ロボットによる地球人捕獲作戦という恐ろしい計画を知ったドラえもんたちは、 彼女たちの追跡から逃れ、追っ手のザンダクロスが、お座敷釣り堀を無理やり広げようとしたことで引き起こした、次元心で、共面世界の出入り口は消滅した。リルルのことが気がかりになるのびたであったが次の日、偶然ママが、ザンダクロスの頭脳を追い回すところを見つけ、翻訳こんにゃくで話を聞くとリルルたちの、母性メカトピアから彼女たちの狩猟である、鉄人兵団が、 地球に向かっていることを聞かされる。のびたとドラえもんは、スネオとジャイアンに協力を要請し、スネオの案で、ザンダクロスの頭脳を仲間に加えようと秘密道具、お話、ボックスで、ヒヨコロボット、ピッポに改造し、鉄人兵団を迎え撃とうとする。メインキャラクターの詳細は、各個別記事を参照。原作ファンでもある、 監督の寺本幸雄は、制作にかかるプレッシャーの中、自分で楽しんで作ればそれが、観客に伝わるだろうと考えた。まずはじめに、寺本は、原作コミックの良さを引き出すべく、初心に立ち戻る意味で原作を読み返し、古代メカトピアの博士のセリフから、思いやりの心というテーマを発見する。そこから、新しい要素を追加すべく、試みた寺本は、 全く同じなら、旧作に失礼だと思ったと、原作の魅力を映像化することにこだわった。特に、日常の世界に、巨大なロボットが出現したら、というイメージにリアリティを持たせる用取材を徹底し、ロボットの大きさと、重さに気をつけたほか、日常の描写そのものも、大事にしている。また、108分の差しに収まりきらず断念したシーンが、多い中、 映画として成立させるため、キャラクターの感情表現だけは削らなかったと語る。中でも静かとリルル、そして、のびたとピッポの気持ちを重要視しており、静かとリルルの出会うシーンには背景に花言葉、優しい思い出、揺るがぬ献身を持つ姫鶴る日日層を描き、二人の関係性を暗示する裏設定が存在するなど、顕著である。2011年1月2日。 ロックバインド、バンプオブチキンが本作の主題歌を担当することが報じられた。インタビューでの発言によれば、メンバー全員がドラえもんファンであり、特に、のびたや、鉄人兵団には強い思い入れがあるという。ボーカルの藤原はじめ王は、オファーが来た際に最初に浮かんだイメージとして、上司への報告を迷うリルルが地下鉄の入り口で、 のび太に発見される場面を挙げ、そこでのリルルの笑顔は、かつて自分ものび太にもらったことがあるとして、作曲中は常にのび太のことを考えていたと、語っている。このシーンは監督の寺本もイメージしており、原画にもなっているほか、主題歌の一部の歌詞は、本作の予告編にも使用されている。また、ベースの名お義文ははじめ、映画制作スタッフに、 ティッポはまだ認めていないと発言するほど、リメイク自体に難色を示していたが、完成品を見た際は感動で号泣している。作曲への難しさに関して、藤原は、楽勝ではなかったが、難しくはなかったと語り、伸びたへの憧れや人間らしさなどが、素直に出た結果生まれた曲であるとしている。2011年2月13日、 東京国際フォーラムで映画の完成披露試写会が行われ、壇上には、寺本監督をはじめレギュラー声優陣のほか、ゲスト声優を務めた、沢城美雪や小林ゆみ子、加藤浩二や千秋、鉄人ドラアナダンが登場した。同年3月5日、劇場公開。同日に東宝シネマズ日劇に似て、初日舞台挨拶が行われた。 2011年11月7日、ブルーレイスペシャル版と DVD 通常版、およびファミリーパック版が発売された。ブルーレイでの販売は、ドラえもんシリーズとしては、本作が初である。ブルーレイスペシャル版は、レギュラー声優座談会や、ゲスト声優コメントなどを収録した80ページの、フルカラーブックレットなどがセットになっており、ファミリーパック版は、 ブルーレイと DVD がセットになっている。ブルーレイの通常版は2012年3月2日に発売された。全国368スクリーンで公開され、2011年3月5、6日の計2日間で動員39万9139人、工業収入4億4631万8000円を記録。これにより、 アカデミー賞で計4冠を獲得した英国王のスピーチを抑え、初登場第1位を獲得した。また、ピア初日満足度ランキングでも第1位を獲得。しかし、公開直後に発生した東日本大震災の影響もあり、最終的な興行収入は30億を切り、前作、ドラえもんのび太の人魚大会戦の31.6億円を大きく下回った。 ドラえもん役の水田わさびは劇場版のリハーサルで初めて泣いたと語り、のびた役の大原めぐみは2017年のインタビューにおいて本作をドラえもん映画ベストの一つに挙げている。主題歌を担当したバンプオブチキンは本作を劇場版ドラえもん作品の中でも3本の指に入ると表し、原作の小説版を書いた瀬名秀明は 旧作を知る大人が誇れる映画と絶賛している。作詞マイク杉山、寺本幸雄、作曲、沢田館前売り券購入者には、先着10万名に、ピカット、ピッポドラがプレゼントされ、入場者特典として、全員に、可変系のおもちゃ、変身残ダドラが配られた。ドラえもんさん大祭と題し、映画公開を記念した3本の特番放送。 岡田康則が執筆した全48ページの漫画作品。登場する秘密道具は全50種類で、その中の予感虫という秘密道具が鉄人兵団を招くきっかけとなる。本作の公開に合わせ発表されたノベライズ作品。筆者は瀬名秀明。内容はリメイク作ではなく旧作となっている。 公開前日の2011年3月4日、東方シネマズ、六本木ヒルズで大人だけのオールナイト上映を実施した。本作ほか9作と、これまでの全劇場版の予告編も上映。ゲストに、本作の監督である、寺本幸男と、小説版の著者である、瀬名秀明が登壇した。 ザンダクロスビッグパワー計画と題し2010年12月25日以降、全国7カ所で約2カ月にわたり、組み立てられたブロック製パーツで約5メートルの巨大ザンダクロスを完成させる計画。完成品は、テレビ朝日1回アトリウムで2011年2月26日から3月31日までの期間限定で公開し、公開日3月5日には、 点灯式が行われた。テレビ朝日アナウンサーの7名で結成された応援団。メンバーは、渡辺則り格角沢照二、大下洋子、小木一平、前田明、竹内義江、菅原智弘。また、男子チームと女子チームに分かれて活動しており、男性チームのメンバーは、映画本編のロボット軍団の声も担当している。 本作の公開を記念し全国のローソンで開催されたイベント。ローソン限定のグッズ付け前売り券やオリジナル商品の販売、スピードくじなどが行われた。マクドナルドにて期間限定で行われたキャンペーン。期間中、ハッピーセット購入者には 3D どこでもドアや絵が出る。空気砲など本作をイメージした全6種のおもちゃが数量限定で、 プレゼントされた。さらに期間中の週末限定で、おもちゃで遊べる。秘密ブックか、どこでもドアシールなどの追加プレゼントもあった。また、イベント期間中、マクドナルドの公式サイトでは、ザンダクロスのペーパークラフト素材が、PDF 形式で配布された。和歌山電鉄岸川線で、猫の日より運行された車両。 ドラえもん尽くし電車と呼ばれる車内には本作のポスターやグッズが展示され、ドラえもんの音声で車内放送も行われた。また、3月3日には、岸駅の1日駅長をドラえもんが務めている。本作でゲスト声優を務めた福山雅春の全国アリーナツアー、福山雅治春ィアブロスツアー2011ザライブ版に、 特別ゲストとしてドラえもんと静香が登場した。二人はツアー初日の2月24日に大阪城ホールにてアンコールの際、福山から呼ばれ、花道を歩き、ドラえもんから関西弁の挨拶が飛び出したほか、ステージに参加するなど観客を沸かせた。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。